上北山村立東の川小中学校は奈良県上北山村西原にあった小中学校。1964年、従来の高知が熊野川電源開発計画による坂本ダムの竣工に伴い水没するためダム建設保障により移転し、当時としては画期的な鉄筋コンクリート構造の2階建て校舎が建てられた。しかし、集落群のダム湖への水没や 海外からの輸入剤解禁などによる林業衰退によって急激な人口流出が発生した。それにより、児童、生徒がゼロの事態が続き、5年後の1969年には休校となった。また、東の川地区全体も矛盾となった。この新校舎で学んだ児童、生徒は計5名だけであった。校舎は休校後も取り壊されなかったものの、 大瀬市から約2 6トル離れた険しい山奥にもかかわらず暴走族、不良によりすべての窓ガラスやカーテンなどの設備が破壊されて至るところにスプレーで落書きされるなど見るも無残な状態になっている。東の川の集落にこのような被害がほとんどないのとは対照的である。落書きの内容は大瀬市に関連したものや上北山村に オウム心理教が潜伏とのご法に乗じた地下鉄、サリン事件に関連したものなどである。東の川間郵便局への道中にあるため、有志化、郵便局巡り愛好者や国道愛好者、廃村愛好者などにとって有名なスポットとなった。1969年に休校となってからも、行政上は現役の学校として存続していたが、 通学区域内の居住者がゼロで、今後も新入学者、転入学者の見込みが皆無であるため、休校から29年後の1998年に正式に廃校となった。ありがとうございます。